はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。だいぶ毎日あったかい日が続くようになって春めいてきました。で、先日3回目のワクチン接種に行ってきました。私は1回目2回目はモデルナだったんですけど、3回目はファイザーを受けてみました。まあ、腕の痛みとか腕のだるさっていうのはまあ ほぼ変わらない感じで、熱はやっぱりファイザーでも出たんですけども、夜中中苦しんで朝バファリンを飲ん で今ちょっと熱も下がってきたのでこうして撮影をしてるんですけども、そうですね、モデルナの2回目の時は夜中中熱があって、次の日も夜の10時ぐらいまで結構熱が高かったので、こうして起きて次の日に起きて撮影ができるぐらいってことは副反応的には軽く済んだのかなと思います。なんか噂によると4回目もまたあるんじゃないかっていう噂なので、ワクチンって結構定期的に打っていかなきゃいけないのかなっていう、そういう感じなんですかね。熱が出るとね、普段あんまり熱が出ない人なのでやっぱりしんどいので、またそれを体験するって分かっていながら打つっていうのがちょっとやっぱしんどさはありますね。はい、で春めいてきたということで、今回はセリアさんでの購入品紹介と、今試作で編んでいるこちらのね、ナマケモノくん試作で今編み図も書いていろいろ調整した完成品です。こちらがこちらまたね、次回おいおい撮影しながらやっていきたいと思います。もうすぐ春休みなのでね、思ったようにこの撮影の時間が取れないかもしれないんですけども、結構子供たちが毎日家にいる状態なので、まあちょっと気を長くして待っていてもらえたらなと思います。はい、そして編んだものといえば、北京オリンピックで有名だったあの人気キャラクタービンドゥンドゥンを編んでみました。本当は先にこのビンドゥンドゥンを編んだんです。で、この編み図をもとにこの子を起こしたという感じなので、まあ、ちょっとね似てるんですけども、まあ、こちらはねやっぱビンドゥンドゥンという編んだんで、自分の趣味の範囲で作ってみました。ここね、ハートになってますよね。ここで、なんか瓶が氷でドゥンドゥンは元気な活発な子供っていう意味があるそうなんですけど、なんか宇宙服っぽくて編みぐるみにするにはちょっと難しいですよね。ここがなんか宇宙服みたいにちょっと一枚透明の何かが被ってるんですよね。まあそれらしくこの縁取りをつけてビンドゥンドゥンにしてみました。ちょっと似てないかまあこれはこれで私的には気に入ってるのでいいかなと思います。そしてちょっとこの辺に置いとくかな。で、まあセリアさんにも新しい春糸夏糸が出てたんですけども、ちょっと気になった糸、こちらのスプリンクルです。これ毎年出てると思うんですが、色が変わったのが出たのかな。この色私あんまり見たことないような気がして、編み地はこのようになります。で、カラーナンバーが11番で、綿 100% の 20g 玉で、糸の長さ 38m です。かぎ針4から6、棒針5から7ですね。で、ジャンコードはこちらです。これをね、4玉買ってきました。すごいね、かわいい色合いだと思いませんか。
か、これ。はい、そしてこの糸で編みたいものっていうのが、ミモザの花が私好きなんですけども、手入れが大変ということでお庭には植えてないんですが、ミモザカラーって春って感じがして、これで編みたいもの、ミモザカラーのクマちゃんとかウサギとか編みぐるみっぽいものを編みたいなとか、あとがまぐち財布とかポシェットとかね、まだちょっと何を編むか決めてないんですけど、こちらを4玉買ってきました。もうね、コットン糸もたくさん出ていてすごい悩んだんですけども、とりあえずこちらを4玉買ってきました。あとね、ちょっと衝動買いでこちら、わかるかな色、こんな感じのメイクアップポーチ、韓国風レースって書いてあるね。 15×13cm のポーチです。ポーチっていうか巾着ですね。こちらジャンコードです。なんかすごいね、透明で可愛くてここのレースもちょっとくすみピンクで可愛くて買ってしまいました。なんか中が見えるから入れたものを忘れない。私何入れたか忘れちゃうんだよ、巾着で持ってると。あれ、これ何入れてきたんだっけこれは手芸の方、パッチワークの方とか縫い糸ですね、あのこの糸巻き型の紙についてる刺し子糸みたいな縫い糸が、ちょっとカラーを揃えていったら引き出しに入らなくなってしまったので、ここにまとめて入れて色が分かるようにしたいなと思って買いました。久しぶりこのね、巾着を買うっていうのは久しぶりです。もう作れよって感じですよね。かわいい、このなんていうの、野に咲く花のようなちっちゃいお花の刺繍が入ったレースでかわいいです。はい、ということで今日は短いんですけども、セリアさんで買ったものの紹介と、次回やりたいなと思っているこちらのね、怠け者の編みぐるみのご紹介でした。久々の編みぐるみになるかなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。最近ショートの方も頑張ってあげてるので、よかったらそちらもご視聴いただけると嬉しいです。バイチャー。